ジョルジュ、ルイス・レサージュ、ジョルジュ・ルイ・ルサージュは、宇宙に均等に充満しているガス状の微粒子が、物体に衝突する際に与える力が引力を生じるという、ルサージュの重力理論で知られる、物理学者である。他に、電信の発明や、機体の運動理論で知られる、ジュネーブに生まれた、父親も、学者で両親から厳しい教育を受けた、ジュネーブの大学に学び、 ガブリエル・クラマーのもとで、数学、カレンドリニの下で物理を学び、ジャン・アンドレ・ドリュークと信仰を結んだ。後に、バーゼルで薬学を学び、数学の個人教授をした。バーゼルで、ダニエル・ベルヌーイに会い、ベルヌーイの期待の運動論に大きな影響を受けた。その後パリでも、薬学を学んだ。ジュネーブに戻った後、数学に専念することにした。 ジュネーブの数学の教授になろうとしたが、その地位は得られなかった。論文を多く発表することはなかったが、多くの科学者たちと手紙をやり取りした。その中には、ダランベール、オイラー、パオロ・フリシー、ボスコビッチ、ランベルト、ラプラス、ダニエル・ベルヌーイ、アボジット、スタンホープ教などがいる。また、数学の教え子には、ラ・ロシフコサイモン・ルイー・リアー、 ピエール・プレボなどがいる。フランス科学アカデミーやイギリス王立協会の会員になった。1774年に初歩的な電信の実験を行った。ルサージュの家の2部屋の間にアルファベットに対応する26本の電線を引いて通信のデモを行った。また機体運動論の分野では粒子の衝突による圧力の発生の説明を行った。 ルサージュの重力理論は1748年に出版されなかった論文で表明され、1756年と1758年にさらに詳細がエッサイでカイミー・メコニークとして発表された。著書、リクレース・ニュートニアンで一般向けに出版された。ビルーシが物体に衝突する際に与える力が引力を生じるという考えは、 ルサージュが最初に唱えたものではないが、ルサージュの重力理論として知られることになった。ありがとうございます。